日本東京都渋谷区旗賀谷旗賀谷は東京都渋谷区北部の地名である。東京都渋谷区旗賀谷、笹塚六号通り商店街一名、旗賀谷の指し示す範囲には以下の二通りがあり、本校では両者とも扱う。繁栄地名としての旗賀谷。これは旧旗賀谷村の全域に相当し、現行行政地名では本町1から6丁目、旗賀谷1から3丁目。 笹塚一から三丁目が含まれる。渋谷区の現行行政地名としての、旗ヶ谷1960年の町名地盤変更により、使用され始めた地名で、旗ヶ谷一丁目から旗ヶ谷三丁目まである。郵便番号は151-0072。旗ヶ谷地区はかつて、旗ヶ谷本町、旗ヶ谷中町、旗ヶ谷原町。 幡ヶ谷笹塚町の4つの幡ヶ谷を関する町名に区分けされていたが、1960年の町名一番整理の際に、本町、幡ヶ谷、笹塚に整理され現在に至る。現在では、幡ヶ谷地域としての一体感は失われつつあり、本町、幡ヶ谷、笹塚は、それぞれ別個独立した町として認識されることが多い。なお、 幡ヶ谷氷川神社や幡ヶ谷不動村は現在でも本町にあり、幡ヶ谷地域に属することを伺わせる貴重な存在となっている。都心からの距離が近く、交通の便も良いことから、マンションやアパート、一戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街となっている。賑やかな商店街があるのが特徴で、駅前を中心に商店や娯楽施設、 銀行なども立地するため、生活に非常に便利な街となっている。近年、再開発が活発に進められており、マンションオフィスビルの建設や、公園の整備などが頻繁に行われている。渋谷区と住民や民間企業が協力し、地域の将来像を考える、笹畑発町づくりも進められており、ヶ谷は今後も大きな変化を遂げていくと考えられる。北部は、 中野区、南大及び野生町に、東部は新宿区西新宿に、南部は渋谷区八大、西原、及びその西の世田谷区北沢、大原に接し、西部は杉並区片南に接する。武蔵野大地の非常に強固な地盤の上に位置し、平坦な土地が大半を占める。しかし、旗ヶ谷の名が示すように、浅い谷が何箇所か存在する。最大のものは、 地域北部の笹塚3丁目から旗ヶ谷3丁目、本町5丁目、4丁目、3丁目にかけて東西方向に存在する谷であり、明治期までは笹塚田んぼ、中旗ヶ谷田んぼ、本町田んぼと呼ばれる水田地帯となっていた。ここには泉川が流れていたが、現在では暗渠化されている。この暗渠の周辺は大雨の際に氾濫する可能性があるとされているため、 下流にあたる本町付近では、土納が準備されている。また、旗荒池付近、本村水道付近、旗ヶ谷駅付近、笹塚交差点付近には、上記の谷に向かうようにして、南北方向の浅い谷が存在する。旗荒池付近のものが、小笠原久保、本村水道付近のものが、地蔵久保、笹塚交差点付近のものが、牛久保と呼ばれているが、旗ヶ谷駅付近の谷には、 名前が付けられていない。かつてはこれらの谷にも、泉川に流れ込むようにして小川が流れていたが、現在では暗渠化などにより消滅している。小笠原久保はかつて当地にあった唐津藩小笠原家の屋敷から、地蔵久保は、子育て地蔵村から名付けられたと考えられている。牛久保ではかつて国悪人を、牛崎の刑に処していたという伝承があり、処刑された罪人の霊を鎮めるために、 混流されたという牛久保寺造村が現在でも祀られている。他に特筆すべき点として、旗ヶ谷を流れていた川が神田川の水系に属していることが挙げられる。渋谷区の他の地域の川が渋谷川の水系に属すのに対し、区内で唯一神田川の水系に属する川を持つ、旗ヶ谷は同じく神田川水系の川がある、新宿区や中野区に近い性質を持つと言えるだろう。 警察署、消防署全域が、代々木警察署、渋谷消防署の管轄下にある。代々木警察署は、地域内の本町に、渋谷消防署は、神南にある。学校以下の公立学校が存在する。私立学校は、以下の通り、公園旗が屋には、多くの公園がある。すべて区立公園である。ここでは、代表的なものを挙げる。 西新宿5丁目駅の北側にある公園。水の流れる庭園がある。本町2丁目の住宅街の中にある。比較的広い公園で人工芝が植えられている。水道道路沿いにある公園。公園の東側に本村水道がある。水道道路沿いにある公園。公園の真下に本町水道がある。遊具が設置されている。旗ヶ谷1丁目の京王線沿いにある公園。 水が流れる設備があり、子供が水遊びをできるようになっている。旗ヶ谷三丁目の住宅街にある公園。かつては中町公園と呼ばれていた。笹塚出張所交差点付近にある公園。比較的広く人工の池と川が設置されている。六号通り沿いにある公園。かつては地面が砂であったが、トイレや遊具の更新に合わせて人工芝が整備された。 旗ヶ谷二丁目にある防災公園。かつてガラス工場であった土地を渋谷区が買収して整備したもので2019年1月に完成した。高齢者センターと保育所が併設されている。七号通り停留所南側にある公園。2021年8月、佐藤和氏が設計した手を使わないトイレが設置された。笹塚三丁目にある比較的広い公園。 多数の遊具が設置されている。その他の公共施設東京消防庁消防科学研究所、旗ヶ谷社会教育館などが存在する。神社仏閣本庁五丁目には、氷川神社が存在する。この神社は、旗ヶ谷の鎮守の神様であり、旗ヶ谷の創造期から存在する歴史ある神社となっている。他にも、旗ヶ谷不動村の名で親しまれている、総厳寺や、 酒飲み地蔵があることで知られる、新岩寺といった辞書もある。主な企業地域の大部分が住宅街であるが、公衆街道周辺を中心に企業の社屋も存在する。ここでは主なものを挙げる。なお、オリンパステルモの本社社屋は再開発のためお寒さしされている。その後この土地の土壌汚染が判明し、オリンパスの不正会計問題も発生したことから、再開発計画は、 ストップしており、現在は、社屋跡地は広大な駐車場となっている。前日の通り、旗ヶ谷には、賑やかな商店街が、数多く存在する。中でも旗ヶ谷駅前の六号通り商店街や、笹塚駅前の十号通り商店街は、ひときわ繁華な場所である。詳しくは六号通り、十号通りの、各項目を参照のこと。道路東西方向に、公衆街道及び、 水道道路が走り、本町の北部では、方南通りが通っている。また、南北方向には、地域中央部で中野通りが、東端地域を山手通りが、西端のすぐ外側では、関7通りが通っている。甲州街道の真上には、高架の首都高新宿線が走っており、甲州街道上に、旗ヶ谷出入り口がある。鉄道バス路線バスは、中野通りや水道道路、 甲州街道沿いに多数のバス便があり、渋谷駅、畑谷駅、中野駅、渋谷駅、畑谷駅、笹塚駅や佐賀谷駅、新宿駅、西口方南町駅、永福町駅、といった路線が利用できる。路線バスの他に、渋谷区へのコミュニティバス、八甲バスが運行されており、地域内の各地と渋谷区役所を結んでいる。ひ川神社の大祭畑谷地域は、 旧旗ヶ谷村の村舎である、氷川神社を共通の氏神とし、秋の大祭には全域から、多種が集まる。新国立劇場本町に存在する、新国立劇場では、オペラの上演が行われている。出身人物著名な出身人物は、以下の通り。世帯数と、人口2019年8月1日現在、旗ヶ谷1丁目、旗ヶ谷3丁目の世帯数と、人口は、 以下の通りである。なお、旗ヶ谷地域の他の町については、本町の世帯数と人口及び、笹塚の世帯数と人口を参照のこと。小中学校の学区旗ヶ谷1丁目旗ヶ谷3丁目から、区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、旗ヶ谷地域の他の町については、本町の小中学校の学区及び、 笹塚の小中学校の学区を参照のこと。1082年に源義家が、あと3年の役から帰る途中に、小笠原久保にあった池にて白旗を洗い、日の木に掲げて祝宴を行ったことに由来する。現在では、都会の様子を呈す旗がやも、江戸時代、明治時代には、純然たる農村であった。これは、通行人が狸に沸かされた。 海岸はあることからも伺えるが、一方で五街道の一つに数えられる、甲州街道が地域内に敷かれていたことから、街道周辺は昔から通行人で賑わっていたと考えられる。また、旗ヶ谷は甲州街道を東に少し進んだ先にあり、宿場町として栄えていた新宿との関係が昔から深く伝統的に新宿を生活の拠りどころとしてきた地域である。現在は、 渋谷区の一部となっているが、歴史的、地理的観点から見て、渋谷との関連は薄く、現在でも、渋谷よりも新宿に密接に関連した地域となっている。集落の始まり旗ヶ谷屋の起源は定かではないが、村の氏神である、氷川神社と、そこから伸びる国分寺道、中旗ヶ谷道周辺に集落が形成されたのが、村の始まりであると考えられる。 幡ヶ谷の名前が古文書に初めて現れたのは、戦国時代、古法城氏が関東一円を掌握した時期の小田原文元町であるという。その後、古法城氏が滅びて、関東八カ国が徳川家康の両国となり、続いて江戸幕府が開かれるにあたり幡ヶ谷は、その大部分が幕府の直轄地となった。村の発展江戸時代には、地域内を東西に貫くように、 甲州街道が整備された。旧版地図等によると、甲州街道沿いにも古くから集落が形成されていた。旗ヶ谷は内藤新宿と下高井戸宿の中間地点にあたり、宿場町は置かれなかったが、旅人の休憩施設や茶店等が街道沿いに設置され、地域内は街道を通る旅人等で賑わっていたようである。1653年に整備された。 玉川上水によって、旗ヶ谷村内の一部が南北に分断されるようになり、住民が不便をこむることになった。とはいえ、村の北側全域が分断された南隣の代々木村と比較して、旗ヶ谷村は笹塚の一部が分断されたに過ぎず、影響は少なかったものと思われる。江戸時代から旗ヶ谷村は、豊島郡に属しており、村内には、本村、中旗ヶ谷、 下町、原、笹塚の5つの字があった。村の祭りは、本村、中旗谷の連合、下町、原の連合で行い、笹塚は単独で行うことが多かったという。これは、本村と中旗谷が共に、村の創立に関わってたため、下町、原は共に、甲州街道沿道にあるため、それぞれ関係が深く連合で祭りを行っていたのに、 対して、笹塚は裕福な住民が多く単独でも祭りを行えたためだという。与与旗村の発足と近代海道時代から、甲州街道を通じて、代々木、角のはず、柏木等の新宿方面の地域と関係が深かった、畑ヶ谷村は1875年、それらの村々と共同で、公立学校である、放水小学校を設立する。1878年に、 豊島郡の一部をもって、南豊島郡が設立され、旗ヶ谷村は、南豊島郡の所属となる。その頃から、旗ヶ谷村は、南隣の代々木村と連合して、役場や学校を設けるなど関係を深めていたが、1888年に、市政、町村制が交付、施行されるに及んで、翌1889年に正式に合併して、代々旗村となった。この時、 各村の旧村名であった、旗ヶ谷及び、代々木は、代々旗村の大技として残ることになる。1898年、村内の大技、旗ヶ谷を東西に貫くように、玉川上水深水路が完成し、旗ヶ谷は水路の土手で南北に分断されることになる。当時、玉川上水深水路は、水質確保のため佳境が禁止されていたため、住民は、 温村と笹塚にあったトンネルを使って行き来しなくてはならなくなり、多大な不便をこむることになった。また、後部鉄道等の鉄道の主要ルートから外れたこともあり、明治時代を通じて、代々畑村は江戸時代さながらの農村の様相を呈しており、市街化が進んだのは山手線に近い大和代々木の東部のみであった。しかし、1913年の京王線開通を、 景気に人口が急増し、1915年に調整を施行して、代々八町となった。1923年の関東大震災では、玉川上水浸水路の土手が崩れ町内が浸水するなどの被害はあったが、町が地盤の固い武蔵野大地上に位置していることが、幸いし東京の下町地域よりも被害は圧倒的に少なかった。震災後、 東京の下町地域の住人が次々と町内に移住し町の宅地化が進んだ。当時東京市深川区牙から木材を扱う商人が多く流入したため現在でも旗ヶ谷周辺には材木屋が多く点在する。なお、調整志向以前に南豊島郡はすでに東多摩郡と合併して豊多摩となっていたので旗ヶ谷地域は 東京府と与多摩郡与与八町大和旗ヶ谷と呼ばれていた。寺の新設も行われ、地域内には、本村、本村北、本村西、下町、三谷、中旗ヶ谷、北原、南原、北笹塚、南笹塚の10個の小技を有した。東京市への編入1932年に、東京市が近隣の五軍82町村を編入することになり、 豊玉郡に属する与与畑町も東京市に編入されることとなった。新宿を生活の拠りどころとする与畑町は、当初、同じく、新宿と関係が深い淀橋町市や大久保町などと、共に一つの区を形成することを希望していたが、同じ郡の2から3の町村が合わさって一つの区を作るとのルールがあったため、仕方なく渋谷町、仙田ヶ谷町と組んで一つの区となることを受け入れた。 新区名についても、当時は渋谷よりも明治神宮のある代々木の方が知名度が高かったことなどから代々木区とすることを希望しており、これに渋谷町が反対すると妥協案として、都宮区と明治神宮の宮をかけたものとする案も提示していたが、東京府議会と関係の深い渋谷町議会議員により、新区名が半ば強引に渋谷区とされ、旗が谷地域は、 渋谷区の一部となった。以上のような経緯により代々畑町は東京市に編入されて、旧渋谷町、旧駄田谷町とともに渋谷区を形成することになり、旗ヶ谷地域は渋谷区の北端に位置する離れ小島のような存在となってしまう。渋谷方面へのアクセスが良好な代々木地域や駄田谷地域に比べ、旗ヶ谷地域は新宿へのアクセスの方が抜群に優れており、 街の雰囲気や川の水系が新宿に近い特徴を持つこともあり、区内でも異質な存在となってしまった。現在の旗ヶ谷・旗ヶ谷地域では、その後7号通り付近を中心として、工場の立地が進んで、旗ヶ谷工業地帯とも呼ばれるに至り、同時に宅地化も進んだ。現在では、新宿に近い利便性から、かつての農村風景は遠く失われ、住宅地、 商業地となって、マンションや店舗が立ち並ぶ、賑やかな町となっている。元来、旗ヶ谷村では、本村、中旗ヶ谷、下町、原、笹塚の5つの小技が存在した。その後、字の増設が行われ、本村、本村北、本村西、下町、三野、中旗ヶ谷、北原、南原、北笹塚、南笹塚の10個の小技になった。 1932年の東京市編入の際、旗ヶ谷の小技も整理され、下記の4丁名に再編された。1960年に町会町名地盤の整理改正が行われた際、下記の3つの町に統合整理され、現在に至っている。ただし、新しい町域の設定に際し、中野通りなどの比較的新しい道路を境界としたので、旧町の都心町の町域には、 多少の相違がある。なお、現在の町内会の協会は、従来の字の協会をそのまま使っているものが多い。九百六十八年一月一日に住居表示を実施。旗ヶ谷1丁目、三丁目の全部と旗ヶ谷2丁目の一部を持って、現行の旗ヶ谷1丁目から三丁目が成立した。旗ヶ谷地域全体に共通する課題として、災害への脆弱性が挙げられる。 幡ヶ谷地域は、武蔵野大地の頑丈な地盤の上に位置するため、一見すると災害に強そうな地域に思えるが、狭いな道が多く災害時の避難経路の確保が難しく、木造住宅が密集しているエリアが広く火災、発生時に被害が拡大しやすいことから災害に強い、町づくりが急務となっている。渋谷区では、2019年10月29日に、本町で、 防災外育整備地区計画の変更を行い、災害に強い町づくりを進めている。また、本町五丁目にある東京消防庁本庁待機宿舎の建て替えに当たっては地域の防災機能向上等の観点から周辺道路の拡幅が行われ、徐々にではあるが改善が図られている。渋谷区では、旗ヶ谷地域に笹旗発との相性をつけ、 旗ヶ谷地域一体となった再開発を進めようとしている。2020年、地域住民をはじめ地域に関わる、あらゆる人々にとって、旗ヶ谷地域を魅力的な町にしていくため、町づくりの実行組織、笹旗発、町ラボが、官民共同。東京都、2021年9月12日へ閲覧。土地の記憶、代々木と旗ヶ谷。小島正像 2021年9月13日閲覧。国境牛崎の地で歴史を語る笹塚、牛久保地蔵村、宮沢康美。2021年9月13日閲覧。通学区域。渋谷区。2017年12月22日閲覧。名所、旧跡渋谷区。2021年6月6日閲覧。地名の由来。渋谷区。 2021年6月6日閲覧。a b 東京市、大東京町名園閣、1934。渋谷区、新宿渋谷区市月間渋谷区、1966年、2944ページ。同年3月30日、自治省国時代54号、住居表示が実施された件機密地域不燃化10年プロジェクト実施方針。東京都、 2021年6月5日閲覧本町筑町づくり、渋谷区、2021年6月5日閲覧笹果て初町づくり、渋谷区、2021年6月5日閲覧ありがとうございます。